スポーツをやりたいいっていう男の子の子話じゃん本気になった時じゃないと見えない世界があるんだってこうドロドロの器だ。読んだことがないしスポーツ,漫画でスポーツなんでやるのか問題っていうのをこの辺1位からいっちゃうからね、うん、もうねもうやばすぎるこれ,これすごかったねダイヤモンドの鋼材、うん、すごいんだけど<ー>めっちゃ読んでてつらかったんだけどこれが1位っていうのも宝島攻めてんなと思って。いやそううだと思うしでも宝島は だけけけがが選選んんんででででるるわわ宝島中心みなしょ、これって漫画好きが選んでるってことだと思うよね売り上げじゃないんだろうけどでもこれを1位にするところはなかなか皆さんお目が高いというか目が高いというか見たことがないジャンルだよねスポーツ漫画なんだけどちょっとじゃあレちゃんあらすじをじゃあ説明しますけどこの漫画ねあれなんですよね12歳の少年が主人公のリリトルーグの話なんですよね。だから少年野球の話なんですよねで主人公ははっきり言って大谷だよね大谷だね大谷のの子供 頃の話ですね。はい、だから12歳なんだけどやたらとガタイよくて冒頭シーンで野球やってないです、うんうんで。何やってるかっていうと水泳やってます、うん、で水泳やってあまりにもすごい結果を出して、うん、みんなよりもすごい結果を出すから周りが折れちゃうで水泳やめちゃう、はい、でなんか倹約になって楽しくないと、うんうん、で個人競技をやるとテニスもやるんだけど必ずそうなるとでもう俺がいると結局独人勝ちになってみんなが 辛くなるからみんなのためにやめようと思ってたけど、うん、野球っていうものに。 出会うとで、弱小チームに入ったら、君のおかげで勝てるよって言って大歓迎されると。で、僕がいてみんなが喜ぶんだっていうことを主人公、亜瀬川君は知るわけですね。で、野球っていいなって思う。ところが、こいつだけ桁違いの球投げるもんだから、取れるキャッチャーが一人もいないんだよね。野球フォームのこう動画を見ただけで再現できちゃう。そう。基本的には YouTube で勉強する。そう クイックもできるというところまで超天才児だよねでフィジカルも恵まれて大事なのは性格がむちゃくちゃいい明るくて友達思いでめちゃくちゃ優しいんだよねでもその優しさっていうのはすごく現代っ子的な感じの優しさみんな楽しくやりたいから僕やってんのにっていうやつだよねでその子がそのチームで えー、キャッチャーが取れないから、うん、視野に出れないと、うん、だけど彼のことを、えーまあ、ビデオに撮った映像を日本代表の審査に 送ったら、えー、アンダトエルブ日本代表に選ばれるとで初めて一緒のレベルで野球ができる人たちに出会うって話だよねこれねうんそれでそこで初めて関西から来た、えー、お,お,お男たち二人と仲良くなるんだけどそのうちの一人が、えー、いいキャッチャーなんだよね、うん、で彼の球を初めてと取れると俺たちの頃さ横浜高校のさドモンがさ投げる球をさ体で受けるとか、ね。<laughs> 誰も取れないからってボタニツが、はい、あの体で止めますみたいなやつただし我慢して、うん、ボールを取り続けるっていうのとあとその大阪から来た2人のうちの1人はこいつが現れるまでは一番のピッチャーなんだよねともえ君っていうのはね。 だからその巴<ん>と一緒に、えー、日本一になろうと思って大阪から来た2人なんだけど綾瀬川がいたせいで巴が出れないで自分はキャッチャーやるっていうこのちぐはぐな、えー、東京と、えー、大阪のコンビ,コンビバッテリーにな,なるっていう流れなんだけどもう一つ重要なのがそこで外された大阪のピッチャーがむちゃくちゃゃく、ね、<ん> <laughs> この辺がうまいね<ん>びっくりするこれうまい。 ああ、うん、キャラクターの一人一人の置き場所が本当に的確だよね。的確だよね。うん、でちょっとびっくりしたのが、うん、あのこの作品のテーマは、うん、楽しくスポーツをやりたいっていう男の子の話じゃん。うん、これさサンザンスラムダンクで井上が書いてたんだよね。うん、本気でやらない奴はいなくなれっていう、うん。はいはい 主義の中でいや楽しけりゃ良くない別にバスケなんて、うん、っていうやつとの圧力が描かれてたよねでそれで最終的に井上がずっと語っていくのは本気になった時じゃないと見えない世界があるんだっていうそれを読者に見せるっていう体験だよねうん、うん、そうすると 適当に生きてたがが目が覚める。これリアルだと別のやり方やってる井上はずっっとそれをやってんだよね。ななるほどなるほほどど。うん、つまりさこれ井上がやってた、うんえー、楽しければいいじゃんスポーツなんだからさって言ってることに対して井上はそれじゃダメなんだっていうメッセージに対するさらななるカウンターなんだよね、これ。だからそもそもなんでスポーツが嫌いになるのかっていうと競うからなんだ楽しくなくなっちゃうからなんだ誰かを傷つけるからなんだっていう。 競争社会の原理そのものに疑問をぶつけているという、うん、ちょっとすごいレベルの,、うん、あのしかも12歳のさ子供の漫画っていう野球漫画でねちょっと見たことなかったねこれね。うん、何だか俺はは思ったの テニスの王子様の主人公がより精細になったみたいなもうさあいつはさ本当に鼻につくじゃんまだまだだねってそんなこと一言も言わないからねだからあれが現代の SNS 社会の中で出てきたみたいな感じそれでこいつ関東するんだけどノーヒットノーランをやり遂げちゃうんだよねそれで圧勝するもんだから最後かわいそうだから ちょっと打たせてあげてもいいんじゃないかっていうことを言い出すん。ああ、はいはいはい。だからもう、人を傷つけたくないから、手抜くっていうことまで考え出すっていう。うん、そこで本気で野球やってたやつとぶつかるっていうさ。こんな野球漫画見たことないよね。スポーツなんでやるのか問題っていうのを徹底的に見せてるっていう。あのさ、今、あれ、どうなのかな。うん、卓球でね。うん、あの。 十一対ゼロでラブゲームで終わらせるのはいけないっていう。なんだ。うん、そうあのそういう時は一点負けてあげて、そうしないと相手に悪いみたいなさ。それでも俺ちょっと先手というか、うんってどうかなって。そう。逆にそれ失礼だろう。そう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 僕は思ったのね、そうだからそのチームメイトは。 お前みたいなやつは出てけぐらい切れんだよねそんな失礼なこと言うなって相手に対しても失礼だっていうことを含めただけどただ優しいだけなんだよねこの人ね。でみんなと仲良くやりたかったから、うん、スポーツやってるのに、うん、どうしてこうなっちゃうんだっていう天才のことで孤独になってしまうという彼の孤独をどうするかっていうことで人間がこう動,き動き始めるっていう。 最初あコミックスの表紙を見たときに絵柄的にちょっと大きく振りかぶってとかあの辺を想像したわけですよで爽やかな漫画なのかなと思って読んだら結構ドロドロのつ漫画だったってなんかそのショックがすごすぎてでもめちゃめちゃなんかやっぱこれね俺多分ね女の方が描いてるんじゃないかって俺は思っちゃう作者のことが分からないけど女性かなとは思う俺ね。 あのー、保護者目線,目線なんだ俺はお母さんからこういう子供がいた親はどういうふうにしたらいいのかっていうことをすごい考えてる漫画でだから野球終わってあとにコーチとか関係者の大人とディスカッションするシーンがめちゃめちゃ長いでしょ。長<い>どうするべきだったのかぶつかっちゃった選手同士の関係をどうするのか。 っていうのを大人挟んで話し合うシーンとか、うん、あんなに長く書くっていうくらい書くでしょ。丁寧に。うん、丁寧に、ね。うん、あれはね、明らかに子供ではない大人の目線だから、大人たちがこの競争させるってことについてどうしたらいいのかっていうのをみんなで真剣に考えてるっていう漫画。 だと思うんだよどのぐらいの年齢なのかちょっとあんまり分からない明らかに大人だと思うんだよ視界がね広いの名前が平井大橋ってふざけんなこれ実際にありますからね東京に飾にありますよねその名前つけるっていうかちょっと読んだことがないスポーツ漫画でしたねれはねうんそうだね主人公の性格のアプローチっていうかなそれがすごい僕令和的だなって思っててうん 要するに僕ができるところできてない周りの人たちが嫌な思いをするっていうのは、うん、その SNS 世代の人が炎上を避けてる感じなんだよああそうだねううんんだから SNS のない時代の頃はそんな風に考える天才いたかなってちょっと思っちゃった、うん、読みながら今だとそのぐらい気を使わないとやっぱり自分が叩かれたりするなっていう こうすごいいい用心深さみたいなものの今時人は持ってるいいやだからねそれで傷つくっていう体験を早くにするんじゃないかな空気読めよお前っていうさあとお前が勝つことによって他の人は傷つくんだよっていう言われ方するじゃんだから横並びになりましょうっていう日本社会の問題でもあるわけでそ,その横並びでいることができない僕っていうのは悪いやつなんだって思っちゃうっていう天才の話だよね。 ちょっと思うのは普通あんまりそういう考え方を持ってるやつの中に天才って少ない気がするんだよ。そ、はい、<laughs> そもそも天才天そ はそうじゃないよね。今まではね。そうなんだよ。そもそも天才ってちょっとどっかエキスプレスで、そうだね。行動力があって人のことをあまり考えずどんどん突き進むっていうのが基本的な天才なので、こういう天才って書き方も珍しいなと思ったし。だからスラムダンクだったらルカみたいなやつが天才っていうキャラクターのその一つのパターンだったよね。ルカはクールじゃない。そうそうそうそんなに人のことを考えてるっていう部分は見せてないし。でもさ。 あれ絶対勝ちたい男でルカはってそれで周りのことなんか関係ねえ俺は行くぜっていうやつが最後にハイタッチするところに「スラムダンク n まの最大の見せ場がある,のが、ね、あるんだよね。って思うよね。思う俺はでもね思ったのが彼がそのすごい球を投げるっていうさ,でさしかもさまあ努力もするんだわやっぱりさ。で明るくて。 優しくて。うん、で、完璧じゃない、うん、そ,そうするとさ近くにいるやつがさその特にキャプテンがさ、うん、その自主トレ始めるじゃん。俺ねあれはね本当にあると思うんだよ。わかるだからリアルだよねリア,ルだよリアルだよね。才能を偏在するっていう法則があってさすごいやつの周りにすごいやつが集まるのはさすごいやつのに影響されてみんなすごくなるっていうさジョージ・ハリスン現象もしくはトキワう現象って言ってるやつだと思うんだけど漫画家もそうじゃん。すごいいとと一緒にいるとさ、うん こいいつ、また寝ないでやってたんだ。うん、で、今回このクオリティで上げてきたんだっていうふうになるとさやっぱり寝てらんないよなって。 なるっていうさそういういい効果もあってそういうのもちゃんと描いてんのがすごいいいなと思ったんだよねまあ確かにさこの主人公の天才性ってちょっとこうありえないところもあってそこは漫画なんだけどただエピソードをすごく丁寧にリアルに描いてるからこういうことありえそうって思えるところがこの漫画のすごいところでいや本当そうだそのバランス感覚が抜群なんだよね俺らの代に綾瀬が怨念でおしまいやろ俺ら絶望やろだからさ自分の動機に すごい大谷がいた場合、うん、他の選手全員霞むしやられ役切られ役になるだけなんだ、うん、俺たちは。っていうことを12歳にして知ってしまう絶望っていうのが描かれてるよね。はいはい これはあるのかもしれないよね。でもさ、なんか結構自分らも長く生きてて、特に子供の頃なんて自分よりさ、こいつこの部分に関しては自分より明らかに才能あるわって言ったら、スーッって冷めたりしなかったねじゃん。あそれはでもないと無理だもん。ないと無理。だって俺お前にさ、掛け紙で勝負しと、俺は死ぬ。なんだろな、こういろんなことやってきてて、だけどあのその中で唯一、まあこれだったらまあまあ勝てるかなって思うのが漫画だったんだよ。 ちょっと楽器も引いたりしたけどクラスでめちゃめちゃ楽器うまいやつがいたから一気に冷めちゃったりとか意外と俺そういうタイプだったんでねでも本当、こんなななののがいたらやるくっっちゃうてあと俺ねでもここで切磋琢磨してやつと同じくらいやろうとするやつもいれば脇役でいいからこいつと同じ 時代に生きられたことを幸せだと思う<あ>っていう人も現れるわけでこれすごいさ例えばクイーンのフレディマイケルみたいなやつが現れたときに、うん、ハローって思わないじゃん <laughs> <laughs> 確かに。思う、ブライアンでいい俺はっていうさ、もちろんそこでいたいみたいな人もいるしさ。わうん、最終的にはそこに行くと思うのね、適材適所、だからスターに生まれた人間の苦しさもあるし。そのそばに入れた苦しさと喜びもあるよなっていうことを描いていくところまでいってると思う。まあ特に日本ってこうさ、あの出てくる杭を打たれるからね。そう、それは本当にそれで苦しむ話。だから、この主人公さ、海外だったら苦しまなかったよね。あ、そうそう、ずっと出てくるよね。あいつどうせすぐメジャー行っちゃうだろう、そしたら、翌年。 っていうさだけどじゃあ日本じゃダメなの日本に入れられないの悪いい意味で排除してんじゃないのっていうようにも見えるしねすごくそういう複雑な問題をこう,うまく漫画で落とし込んでるなと思ってすごい感心しましたなんか今まで見たことない天才マンの話っていうかねっていうのは思いましたね。うん